ライダルフェア、相談会ともに500円になっていますので、ご希望の方は広島エアコンホテルまでお問い合わせください。ブライダルフェアは7月1日開催です。皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょうか。続いてはこの時間の最新ニュースをチェックする満載ニュースナビです。報道センターから吉村さんです。はい、お伝えします。北九州市は東日本大震災で被災した宮城県石巻市の瓦礫の広域処理を8月にも開始する方針を固めたことが分かりました。北九州市が対象とするのは、放射性物質の濃度が1キログラム当たり100ベクレル以下の木くずを中心とした可燃物で、最大約7万トンを市内3カ所のごみ焼却場で処理する予定です。アメリカのマッキンリーで13日、日本人登山家5人が雪崩に巻き込まれた事故で行方不明になっている4人